はい、トロと流れ星続きからやっていきたいと思います。前回ね、ここの新聞見ておいおいってなったところですね。で、外出ちゃったけどいいのかな。あら、さくらさん、ごきげんよう。ごきげんよう。ハローなのにゃ。あらあら、こちらどなたかしら。はじめまして。そっか、会ってないもんね。猫のトロです。昨日からユータと一緒に住むことになったのにゃ。ペット OK ですか。大丈夫。かわいい同居人さんね。それはそうと、昨日は大変でしたわね。そんなのにゃ、大変だったのにゃ。でも星のかけらが、星のかけら？トロとユータね、流れ星にお願いしたの。やめてよ。トロは人間になれますよ。ユータお金が欲しいって。やめてくれよ。さすがに管理人さんに聞かれるのは嫌だな。ねえ。そしたら裏山に落ちてバラバラになっちゃったのにゃ。だから全部集めて元のお星様に戻してあげるのにゃ。あらま、トロちゃん優しいのね。管理人さん素敵よな。それほどでもないのにゃ。私何を聞こうとしてたのかしら。あ、そうそう。どうした？ここに来る前はどこに住んでらっしゃったの？じゃあ、私の実家があるところを書くわ。ちょっと待って。岐阜。県つけた方がいい？さすがにいらないよね。さすがに島では書かなくていいよね。岐阜。岐阜なのにゃ。トロも一度行ってみたいにゃ、なんもないよ。本当になんもない。私の地元は、声の形の舞台だってこと以外何も誇れるところはない。そうね、岐阜って素敵なところなんですってね。違うのよ、みんなの思ってる岐阜っていうのはやっぱ高山だとかそういうさ、名所とされた場所だけどさ、やっぱ私のとこそうでもないわよ。あら。そうじゃなかったわ。私は聞きたかったのは、そうそう。昨日のお引っ越しのことですの。大変だったでしょ。もう部屋の方は片付きました。はい。トロいたしね。それは良かったわ。足りないものやいるものは少し揃えていくといいわ。そうだわ。どうした？アパートの皆さんにご挨拶はもうされたかしら。今ならちょうど皆さんお部屋にいらっしゃるし。あにゃ、今から？早く星のかけらを探したいのに。まあ、気持ちはわかる。挨拶しなきゃダメ？いや、しなくても平気はダメ。今後の子やっぱ、ね、人間関係大事だから。そうなんだ。ちょっとお利口になったにゃ。そうよ。引っ越したらご近所にご挨拶しないとね。それって大事なこと？大事なことですよ。のにゃ。トロきちんと挨拶するにゃ。皆さんに挨拶できたら私に教えてくださいね。なるほど。今回は挨拶で終わるかもしれないね。管理人さんかわいいよな。とりあえずじゃあ1階から行きます。こっちってなんもないんだっけ？これ何？あ、管理人室か。そっかそっか。じゃあ、五郎から。うるさいよ。英単語が思い出せなくてイライラしてたんだ。感じ悪いわね。ド忘れしちゃったよ、クソ。それ私に聞かれてもね。セルフィッシュって何かわかる？ちょっと知らないわね。わかんない。こういう時、英和辞典があれば自分で調べるのに。買えばいいのに。持ってないの？2号室の、カオジャイは借りっぱなしで返さないんだ。くっそ。え？カオジャイなんでそれが必要だったんだろうね。カ
オジャンとから行けばいいんだ。はい、ハローなのにゃ。お客さんですね。誰ですか？でも今それどころではありませんね。ナンプラー足りないですよ。これじゃカオジャイのご飯完成しませんね。ねえユータ、ナンプラーって知ってる？ナンプラーはですね、とても美味しい調味料ですね。これないとカオジャイのご飯ありません。とても困るね。うにゃ。トロたちは引っ越しのご挨拶しただけ、したいだけなのにゃ。王室のユウさんからナンプラー借りてきてください。なるほど。目を抱えて困り、目を抱えるの？目を抱えるのは無理じゃないかしら。ね、5号室のユイさんね、上か。はい。突然のお使いよ、もう、ほんと。よいしょ。ユウさんってあの女の子だもんね。はい。これでユウまでなんか言い出したら私怒るよ。ああ、もうドライヤーがなくてセットできない。どこやっちゃったのかな、私。中の人困ってるみたいにゃ。トロ？私昨日会ったユウだけど、ドライヤー持ってない？目が濡れたらお日様に当てて乾かすのが一番なのにゃ。それって困る。誰かにドライヤー借りてきて、このままじゃ今日使い捨てできない。別に良くない？もうセットするのやめなさいよ。待って待って、もうなくない部屋。ここ誰？誰もいないのに。誰もいないの、ここ。え、待って。ドライヤー持ってそうなの誰？カオジャイはダメだから。え？カオジャイダメでしょ？あ、かと管理人さんだ。管理人さん。ドライヤー持ってません？そういえばね、丸い的に向かってちっちゃな矢を投げるのあるじゃない？ほら、ダーツだったかしら。うん。あれって苦手なユッティの顔を思い浮かべて投げるんでしょ。私、そんな殺意に芽生えてない。そうだよ。やっぱりそうなの。日本の時代劇って、風習や、え？来たるもとにしてるのよね。日本もなかなかやるわね。トロもいつも見てるにゃ。ダーツを練習して風車のトロになるにゃ。風車のトロか。風車の、あれね。あの、水戸黄門ね。ちょっと待って。見せるってなんかある？なんもないよね。え？あのね。博多にも、博多にね。ああ、イライラしてる姿の銅像があるって聞いて行ってきたのよ。そうしたらね、若い子たちが銅像に向かってありえないって言ってたの。ほうほう、あれってどういう意味なのかしら。イライラしてる宮本武蔵。何、宮本武蔵ってイライラしてんの？別にイライラしてないと思うのよね。そうね。かっこいいってよりは可愛かったわね。え？そこなの？じゃあ可愛いって意味なのにゃ？トラちゃんとってもありえないわね。うわ、変なこと教えてしまった。これはダメだ。それならユータの鼻だってありえないのにはね、悪口だよ、それ。めっちゃ悪口言われた。もう泣きそう。へこむわ。え、結構へこむよね、悪口よ。え、一番端っこって何？誰もいないの？いや、空って書いてない？待って、唯一出てきてくれたまともな子だ。はじめまして、猫のトロです。こっちは昨日7号室に引っ越してきたちょっとのんびり屋さんな B 型の。めっちゃ言うじゃん。僕は天の空。ここに一人で住んでるの？うん、うん、なんかいるわね。そうだけど、空って大人なの？どうして？人間って大人になるには一人暮らししないとダメなんだよね。そうなの？別に一人暮らしはしなくてもいいわよ。うん。あれで違うのにゃ？大人になるには一人でマリオパーティーしたり借り物競争できるのダメじゃないの？
だとしたら私は小学生の頃から大人よ。僕はまだ中学生だし全然大人じゃないよ。へえ。いや、そうなの？でも一人で暮らしてるなんてかっこいいのにゃ。これからよろしくなのにゃ。え、でもさ、中学生が一人で暮らしてるのおかしくない？待って、他の部屋にも挨拶に行ったりするの？行く。そうなんだ。こんなことあんまり言いたくないんだけど、1号室の五郎さんには気をつけた方がいいよ。僕夜に荷物を持ってよく五郎さんの部屋の前を通るんだけど、ちょっとでも音がするとすぐに怒鳴るんだ。うわ、感じ悪いわね。物音が気になるなら本当は2階に行ってほしいんだけど、あと2号室のカオジャイさんもちょっと変わってるからびっくりしないようにね。それじゃ、すでにしてるのよね、ちょっとびっくり。でもいい子も住んでてよかったよね。あ、そうにゃ。そら、ドライヤーって持ってる？ドライヤー持ってるけどどうしたの？あのね、5号室のユウがドライヤーがなくて困ってるのにゃ。また？あの人僕のこと自分の弟みたいに使うんだもんな。しょうがないな。ちょっと待ってて。やばい、ソラ君が一番まともな子だ、この中でね。はい、ドライヤー。ありがとう。ありがとう。ちゃんとしてる。それじゃあ、ソラお借りしますにゃ。いいよ。あ、それとユウさんに使われたら自分で返しに来るように伝えておいて。わかったのにゃ。じゃあね。でもなんかソラ君が何か抱えてる気がするのよね。やっぱ中学生が一人っていうのおかしいもん。しかも一人って聞いた時点点点だったもんね。何かあればね。よいしょ、できたよ。ドライヤー借りてきてくれた？ソラ貸してくれたのにゃ。ありがとう。ちょっと待ってね。助かったわ。ところで今日はどうしたの？お引越しのご挨拶なのにゃ。猫のトロです。こっちは昨日7号室に引っ越してきたお肌の曲がり角が気になる桜優太に中継。本当にね、すごいね、トロね。突き刺してくるようにいろんなものをね。そうなのよ、お肌は本当に曲がり角なのよ。困ってるのよ、助けてよって。こら。何それ、嫌味？まあいいわ、ご丁寧にどうも。私は並木優、こちらこそよろしくね。ところで他の部屋に挨拶に行ったの？行った。なんだ。じゃあもうわかってるかな。うにゃ、なんなのにゃ。下が変ってことね。このアパート変な人が多いから気をつけてね。トロは猫だから変な人じゃないのにゃ。ユタは変な人？そうやね。違うよ、普通です。よかったのにゃ。もしユタが雷親父ぐらい変な人だったらドキドキなのにゃ。突然私怒んないから大丈夫よ、全然違う人。じゃあ誰が変な人なの？ユウ？失礼。違うよ。ウニャ？ユウも違うの？ウニャ、じゃあ誰が変なの？その残りの人がね、ちょっとだけ普通じゃない感じ。下に住んでる五郎くんは怒りんぼだし。ちょっと聞いてよ、夜ちょっとテレビ見てるだけで文句言いに来るんだよね。死んじゃ、それがうざい。テレビ見てるだけで言ってくんのマジで無理、信じられない。それで花坂じいさんと人魚姫の恋愛シーンを見逃したら超ショックなのにゃ。何それ。
参っちゃうよね。さくらさんの知り合いにもそんな人いる？そんな変な人はいないかな。で、そんな変な人とは知り合いたくもないもんね。口うるさい先生とか近所のおばさんとかいたでしょ。口うるさいおじさんや近所のおばさん。いなくない？まあちょっと変な人はいたかもしんないけど、なんて書いてあげたらいいんだろう。なんだろう、なんかそういうババアいたかな。そうね。これもう悪口になっちゃうな。雨配りババア。悪口よね。大丈夫かな。そう。で、いたのよ。なんか、だいたい小学生ぐらいの頃ね、中学生の時はもらってたけど、学校帰りとかにいたのよ。雨配ってくるおばさん。それぐらい私が出くわした変な人。しかもね、美味しくない飴しかくれないのよ。なんか、何あれ、なんていうの、あの黒い飴、なんかね、黒いやつとか、あの梅干し味みたいな、梅味みたいなねのとか、いたわね。飴配りババア大丈夫これ、怒られない？飴配りババア。おばさんにすればよかった。まあいっか。そういえば怒りっぽい人にはカルシウムがいいって聞いたにゃ、今度飴配りババア。違う、別に飴配りババア怒ってないからね。ほんと参っちゃ、五郎くんもオムライス食べてって感じ。とてもじゃないけど五郎くんと一緒の会だけは絶対嫌よね。そうね。ああ、私も7号室が良かったな。せめて6号室大家さんに頼んで部屋変えてもらおうかな。忘れるところだったにゃ。ユーナンプラーって持ってる？ナンプラー？あるわよ。お台場のグラビアアイドルの間で話題の調味料でしょ。そうなの？カオジャイがナンプラーなくて困ってるのにゃ。カオジャイくんがしょうがないな。あの人何が借りてもいつも返さないのよね。いやね、借りパク許せない。まあいいわ、ちょっと待ってて。子供の頃、ゲーム借りパクされたことあるな。懐かしい思い出。はい、ナンプラ。買ったけどほとんど使ってないから持ってっていいわ。なかなかナンプラって使わないよな。ありがとう。いいえ。どういたしまして。あ、それとね。何？変なこと言わないでよ。空がね、ドライヤー使い終わったら、ちゃんとユウが持ってくるようにって言ってたにゃ。そうだね。ちゃんと返さないと、カオジャイ君と同じになっちゃうね。じゃあ、後で返しとくね。ユウと空だけだよ、このところで、まともな子って。でも、カオジャイはなんか、喋ったら実はいい人だと思うのよ、ちゃんと。問題はここだよね、もう。このゴミを家の前に置いてる人。ナンプラありますか？ありがとうございます。とってもとっても感謝します。ユウがくれたのにゃ。なるほどね。ユウさんはカオジャイに惚れてます。勘違い男だよね。とかトロさんにさくらさん遊びに来てくれましたですか？違うにゃ。お引越しのご挨拶なのにゃ。猫のトロです。こっちは岐阜から来たさくら。まあそれは合ってる合ってる。珍しく合ってるわね。素晴らしい挨拶ですね。挨拶大切ね。デート中にも礼儀ありですね。おはようございます。こんにちは。コバーワ。コバーワ。社長さん、寄ってかない。大丈夫あんた。変な日本語覚えすぎよ。よろしくなのに。間違えました。そうです。せっかくお近づきの印にもっとフレンドリーな挨拶を教えてください。もっとフレンドリーな挨拶？
なんて言うのかにゃ。フレンドリーな挨拶？ハローじゃダメ？ちょっと待って。もう、私の限界。チャオ？はい。これでいい？大丈夫かな？カオジャイ、カオジャイ、公演ありがとうございます。カオジャイ、カオジャイは、何言ってんの？大丈夫？この人。ちょっとあんまりなんか、やっぱり近づきたくないわね。カオジャイ友達になってください。難しいわね。恋人になる？絶対嫌。どっちも遠慮する。日本の人みんな冷たいです。ごめんね。ごめんごめんごめん。かき氷食べて頭がツンとするぐらい悲しいです。やった、困ってるのにゃ。そんなことないです。カオジャイの方が困ってるですよ。このアパートの日本人みんな冷たい。なんてこと言うの？カオジャイが分け与えたところてん食べてくれないです。日本人に対する思いやりない。和の心足りないです。2階に住んでるユウさんも今年流行の最新ガウンとかマヨネーズの美味しい店ベスト100とか忙しく顔じゃ相手にしてくれないです。クラスの知り合いにもそんな人いないですか？いない。あれれ？ユタにはガウンやマヨネーズの美味しい店に詳しいお友達いないの？それじゃあね、それじゃあね。ユタのお友達で一番の新しいもの好きな人を教えてほしいのにゃ。一番の新しいもの好き、私なんだよな。それ私なのよ。私って言っちゃおう。うん、確実にね、それは私なの。多分。はい。うん。男か女か、ちょっと難しいところ。うん。確か。この最新の携帯のことを教えてほしいにゃ。母さん、カオジャイの顔見と困った顔するです。なぜどうしてわからない。それは困らせてるからよ、だから。五郎さん怒ってばっかりで怖いですね。同じ学生なのに大学の話すると怒るです。切れやすい若者問題ですよ。それはあると思う。一つ屋根の下に住んだらみんな兄弟です。もっと仲良くするいいですね。まあ仲良くするのは大事だけどね。みんな仲良くしないとダメなのにゃ。大トロさんもそう思いますですか？だから顔じゃ決めた。さくらさん仲良くするです。一緒に住むですよ。え？困る。ダメなのにゃ。言うたらトロと一緒に住んでるのにゃ。顔じゃショックです。私顔じゃタイプじゃないもん。ごめんね。顔じゃは、何？消防署が震えるぐらい桜さんのことは好きなの。うわぁ、うわぁ、怖い。怖い。あとは桜さんの隣に住むですね。65室空き部屋。お楽しみします。いや、ほんとダメよ。ゆうさんとも同じ階で顔じゃ幸せですね。それは置いといて、顔じゃのね、お願いがあるのにゃ。顔じゃの愛するトロさんの頼みならどんなことでもしますね。お台場だろうと、沖縄だろうと、どこへでも行きますね。すごいわね、アクティブね。五郎から借りた英和辞典を返してほしいのにゃ。あれはもらったのです。カオジャイの友達五郎さんが、返すのはいつでもいいって言いました。だからカオジャイは五郎さんの友情に感謝し死ぬまで借ります。最悪。でも、五郎が返してほしいって。くれたのに返せないで五郎さん鼻が小さいね。仕方ないね、返しますよ。なんか厄介ね、この下の階のメンズ2人厄介ね。五郎さんくれたのこれです。五郎さん怒りんぼうでわがままだから気をつけるね。まあそうね、怒りっぽい人も嫌だし、こんな変わった奇妙な人も苦手だし、どうしたらいいんだろうって感じ。
さあ、ラストですよ。もう今回、これで終わっちゃうよ。ね。なんで英和辞典がなくて困ってるのに。持ってきたんだよ。何歳なんだろう。なんかもう36ぐらいに見えるよ。カフェで返してくれたのにゃ。どういう意味なの結局。動き怖っ。なんだよ、まだいるの。僕何かよ。お引っ越しのご挨拶なのにゃ。何？そんなのどうでもいいよ。忙しいって言ってるだろ。ダメなのにゃ。きちんとご挨拶するのは大事なことなのにゃ。はーい。こっちはとってもドリーミーな岐阜にする。岐阜ね、全然ドリーミーじゃないの。うん。田舎って感じ。そう。感じ悪い。だいたい、僕を入れてくれればいいんだよ。飲んでよ。蚊帳のそばだと足音はうるさいし、上の部屋にいる家はテレビの音や、何やってんだかドタバタうるさいし、隣のカオジャイはいちいち日本語を聞き返してくるし、借りたものは返せないし、文句ばっかね。お友達なのに返してくれないの？ユタのお友達にもそういう人いる？今はいない。そうだよね、そうだよね。ユタのお友達にそんな人いないのにゃ。へえ、僕の知り合いはきちんとしたやつが多いんだな。でも、返さないとまでいかなくてもさ、物の貸し借りにちょっとルーズなやつぐらいいたんじゃないか？そうね。物の貸し借りにルーズなやつか。そうね。いないんだけど。物の貸し借りにルーズな人って、だってそもそも友達にならなくない？そんな人。無理じゃん。どうしよう。もういないって言おう。素直。ね。だって、いやもう佐藤さんとか適当な名前つけてもいいんだけどね。あ、佐藤さんにしよう。加藤さんでもいいよ。あ、加藤さんじゃない？私が今まで触れ合ってきた加藤さんはね、まあそうね、加藤さんだよ。誰やねん加藤さんって話よね。加藤さんって男の人？ちょっと架空の人物だからハテナかな。ごめんね。加藤さんってそうなの？今度加藤さんに大事なサインを貸すときは気をつけなきゃ。そうだね。世の中そんなやつばっかりだ。そんなやつに囲まれてるんだ。ヒステリーね。部屋が階段のそばじゃなくて、上下の部屋が静かだったら勉強もはかどるのに。またここはろくな部屋じゃないよ。勉強なんてできるわけないだろ。もし来年の受験で失敗したらどうするんだよ。じゃあもう出てけばいいんじゃないの？ねえ。一番奥の角部屋7号室は僕が使うべきだら部屋は変わってくれよ。嫌よ。お断りするわ。これだから受験生に思いやりのない人は。僕落ちたらどうするんだ。知らないもん。一生恨んでやるからな。怖っ。いやもう、自力で頑張って。ねえ、悪いけど。わ、苦手だわ、ああいう人。ねえ。なんだろう、もう世界の不幸は自分が背負ってるぐらいのスタンスだもんね。いや、やだやだ、嫌いだわ。みんなに挨拶してきた？したけどさ、ちょっとだるかったよ。したけど、みんな怒ったり困ったりしたのにゃ。どうして？あのね。あにゃ。大家さんどうしたのにゃ？トロはみんなが言ったことを教えてあげたのに。そう、そうなの。私、お掃除しなきゃ。あらあらあら。もやさんどうしたのにゃ？引っ越してきたばかりなのに嫌な思いさせちゃったわね。がっかりした？そんなことないよ。だって大家さん悪くないもん。優しいのね。
このアパートはね、私が40年前にこの家へ嫁いできて、でもリンゴ病ですぐに夫に先立たれて待って、夫びっくりするな、リンゴ病でなの。女一人で生きていくために仕方なく建てたものなの。へえ。建ててよかったと思った。毎日忙しくて悲しみに暮れる日もなくなったから。若い人や家族連れ、いろんな人がここで暮らしてきたわ。子供も親類もいなかったり、私はここに暮らす皆さん家族みたいに、もう自動で行ったね。でもそう思ったのは私だけだったみたい。何年かするとみんな入れ替わっていくわ。ここは長い人生の中でほんの数年だけ住む場所なの。まあ、そういうものよね。でも私には子供がいないから、未来を夢見る若い人たちに借りてほしくて、元気をちょっぴり分けてほしくて、それで夢見そうなんて甘い名前をつけちゃったけれど、夢は夢なのかしらね。私だけが現実とは違う夢を見ていたのね。そんなことないと思うけどね。いいのよ、トロちゃん。ごめんなさいね、さくらさん、引っ越してきて早々に。こんなおばあちゃんの愚痴を聞かせちゃって。大家さん悪くない。ほんとそれなんで、大家さんは何も悪くないのよ。仕方ないのよ。大家の私はしっかりしてないのがいけないんですもの。住んでいる皆さんが仲良くなれるように願っているだけじゃダメなのよ。ね、かわいそう。どうすればいいのかにゃ。そうにゃ。みんなの言う通り、部屋を取り替えっこすればいいのにゃ。アパートに戻ってみんなのお部屋を考えるのにゃ。マジか。え、じゃあ何、私あそこじゃなくなるの？絶望なんだけど。え、私よく気に入ってんのに。みんなどこのお部屋にすれば喜んでくれるかにゃ。二人で一緒に考えるのにゃ。あ、すごい。五郎さんには2階に行ってほしい。階段のそばは嫌。ゆうと違う階は嫌。ここなら女性にも安心ね。あ、むずくない？だってここが女性にも安心ねって言ってるじゃん。あ、わかった。3号室にこれ置いて、こうして。あー、でもダメか。これに2階に行ってほしいんだもんな。これでどう？あ、ダメか。じゃあこう。あ、違う。これとこれを変えよう。え、隣これ嫌なんだけど。あ、こうは？こう。どうや？自分の部屋は絶対動かさないっていう。できたにゃ。ダメ？あれれ？何？でもこれだとダメって言ってる人いなかったっけ？もう少し考えてみにゃい？何があかんの？やっぱ U があかんのか、2階じゃないと。待って、難しくないこれ。 U はじゃあ2階にいてほしいんでしょ。でもこいつ2階行かなきゃいけないじゃん。 U と違う階は嫌でしょ。私たちが下行けばいいのか。じゃあこれはこれでどう？いっそ五郎くんと同じ階は嫌。五郎くんと同じ階は嫌。五郎に2階に行ってほしい。これはだるい、だるい。あ、これ正解もしかして。大丈夫だよね。自分たち変えなくてよかったね。ラッキー。みんな聞いてくれるといいにゃ。
ょっと待ってくれよ。僕の部屋の隣、さくらの部屋になるのか？トロがうるさくて勉強にならないよ。そんなことないのにゃ。トロ、部屋の中では静かに一人で枕投げしたりプロレスしてみてダメじゃない？ほら。うるさいのよくないね。ソウジャイさんの部屋もうるさいけど、いいじゃない、ちょっとぐらい。この中で一番うるさいのは五郎くんなんだし。なんだと？そっちこそ部屋の中でドタバタ暴れてるじゃないか。あれは平泳ぎ。エクササイズなんだからしょうがないでしょ。2階の部屋でやるのよ、迷惑だ。待って待ってなのには喧嘩ダメなのにゃ。だるいね、みんな。きっとユタがもっといい順番を考えてくれるのにゃ。え、なに、どういうこと？ダメってこと？だったらいいけど、本当にできるのか？さくらさんに任せようよ。うわ、マジか。え、要するに私の部屋の横にはいちゃダメなんだ、彼は。じゃあもう一度やり直しなのにゃ。マジか、全然やめれないんだけど。セーブできないからね。トロの隣は嫌、うざ、トロの隣は嫌とか、クルンそばは嫌。これでいいってこと？いやー、まあしょうがないよ。じゃあこれでどう？結局私たち動かなきゃダメじゃん。うん、でもどうした？なんだか嫌な予感がするにゃ。なに、これでもダメ？だとしたらみんなわがまますぎ。ほんとに。引っ張ったくよって。これだよ。これを待ってたんだよ。さすがさくらだな。え、僕が6号室？五郎さんには2階に行ってほしいって言ったけど、僕は隣の部屋？ソウジャイ君と同じ階なの？あんたのそばで嬉しいですね。何時の隣人を愛せよですよ。出し物好きな私みたいなユウさんもカオジャイを愛せます。やれよ、それ。なるほどね。カオジャイと別にしてくれってこと？下カオジャイもっと幸せです。ちょっと待って。でも、せっかくユタ頑張ったのに。あの、関係ないね。仲良しはそばに住むのがいいね。うざ。やる、僕の部屋の真下にドラが来てる。うっとうしい。なんなの、ここの人たち、本当に。我がままね、それぐらい我慢する。だったら僕も五郎さんの隣はちょっと、できれば1階がいいな。さて、カオジャイ君のそばは嫌よ。やっぱり私も2階の角部屋がいい。もう五郎君、そうやってすぐに怒る。雨配りババアよりもひどいんじゃない？そんな人一緒にするな。とにかく五郎さんに行ってくるからな。待って、こんな部屋ありやり直しなきゃ。僕も納得できないよ。そういうのは、横暴って言うんです。五郎さんは横暴な日本人です。なんだとか、おじゃい。嫌よね、でも横暴な日本人なんてね。だって借りたものいつまでお返さなかったくせに、加藤さんみたいなやつだ。もう分かった、殴り合いで決めよう、じゃあ。もうしょうがないわ。負けた方が切腹するですね。そうね。切腹してもらいましょう。しょうがないね、本当に。私にはトロがいるのよ。負けないわよ。もういい加減にしてよ。みんな勝手すぎるのよ。僕はただ静かに勉強したいだけだ。あなたは実年齢何歳なの？皆さん、カオジャイの友達になれば悪く収まる、収まりますです。あなたはどこの国の人なの？僕は贅沢は言ってないけど、親御さんはどうしたの？ダメなのにゃ。これじゃ親さんがもっと悲しくなっちゃうのにゃ。親さん言ってたのにゃ。みんなが家族みたいに仲良く暮らすのが夢だって。きっとここだって家賃安いでしょう。ねえ、
素敵な場所じゃない。そんなこと言われたって勝手に夢見られても迷惑。うわ最悪。言っとくけど僕は君らと家族になりたくないね。そんなのこっちからお断りよ。僕もパス。みんなひどいです。カオジャイだるいな。喜ばないと思う。帰って悩むと思うわ。どうして僕はカオジャイに尽くさなきゃいけないんだよ。もういい加減にしろ。みんなわがままね。カオジャイもほとほと愛想笑いがつきましたです。そうだね。なんか来たんだけど。うわーすごい。すごい。あらやけにこううるさいと思ったら夢ミスを総出で何を騒いでいらっしゃるの。昨日トロにバカって言った人には隣のレイコよ。金持ちを鼻にかけてとっても嫌味なの。わかる。もうにじみ出てるよね。嫌味なのだね。ほら私は何をやっていらっしゃるのか尋ねてるんですわ。どなたかお答えになったらどうなの。無視よ無視。こんなやつ貧乏人の集まりだから夜逃げの相談かしら。何こいつ鬱陶しい。うざあのなんねお部屋を取り替えっこする報道者のには素直に答えるのね。あらおかしい。私の家ほど大きい家ほど大きければ別ですけれど、こんな小さなウサギ小屋みたいなアパートどこに住んでも同じではなくて。マジでうるさい。何を人を見下してひどいこと言うな。ひどいね。こういうの日本語で目クソ鼻クソ笑われるっていうね。ほんとにミスはバカばっかりね。名前もチンプだし住民の程度も低いから仕方ないわね。せいぜい狭い部屋奪い合いをしてればいいんだわ。うざ帰れよ。ほう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 って実際言うやついないからね。むかつく。燃えるゴミに入れてやりたかったわね。どうするあの女に言われっぱなしでいいの。なわけないね。マジイライラする。この部屋割り問題ぐらい僕の優秀な頭脳さえあればいくらでも解いてやるぞ。この場合確率と場合の数が分かっていれば、つまり多項定理で導き出される。わかんないな。必要な希望だけにしようよ。そうね。僕は学生だし出入りが多いから1階の部屋がいいな。でも階段のそばは嫌だな。なるほどね。顔じゃとにかく寂しいのは嫌ですね。端の部屋 NG です。真ん中ね。なるほどね。僕は逆だ。端の部屋がいいね。トロが真上に住むのは絶対嫌だ。なるほどね。やっぱり私は2階ね。女の子の一人暮らしなら基本だよね。ちびまる子ちゃんで言ってたもん。そっか、じゃあしょうがないね。五郎くんとカオジャイくんは別の階にしてね。隣も空き部屋がいいな。覗きとかストーカーとかニートとか心配だもん。優が一番わがままにゃ。なるほどね。頑張ろう。待って、50分いっちゃうから、このままじゃ。一回ちょっとさ、セーブさせてくんない？させてくんないのね。はい。2階の角部屋。ここ。1階。隣は空き家。うわ。これ何も変わんなくない？思ったんだけど。ほら、何も変わんないよ。いい？大丈夫？やっぱダメだった。
カブチャイをどうしたらいいのかわかんないんだけど、カブチャイには出てってもらうってのはダメ？だって2階の角部屋が良くて、あ、わかった、そういうこと、こうで、私がここに住めばいいのか。ああ、両方いるのはダメ。片方なら我慢する。ああ、無理じゃね？だって、端っこじゃん、絶対。で、両方に隣に人がいちゃダメなんでしょう？あれ？これ待って、最初の、今の状態やないか、これ。最悪。うん。でもできたから店に行くのに。そういうこと？何だったの？このやりとり。僕はこれでいいよ。まあ、こんなところね。これならカオジャイも寂しくないです。仕方ない、これで我慢する。来年までの辛抱だ。でもこれって、元のままだね。ほんとだ。一体何をやってたのかしら、私たち。まったくだ、貴重な時間を無駄にしたよ。でもそれは悪いことじゃないね。みんなで話し合ういいことですよ。よかったんじゃない？うん、ね、ちょっとだけ仲良しになったのに、おやさんも喜ぶかも。ああ、よかったね。丸く収まったのはよかったよね。ただちょっとやっぱり私、カオジャイと、ねえ、あらまあ、みんな今のままの部屋割りでいいの？どうして急にそんなことになったのかしら。みんな怒ったからなのに。怒って仲良くなったの？喧嘩するほど仲がいいって言うけれど、おかしなこともあるものね。それと、ごめんにゃ。親さんの夢の話みんなに話しちゃったのにゃ。そしたらみんながかかってくれたのにゃ。あら、まあそうなの？親さんのおかげなのにゃ。そんなことないわよ。トロちゃんが頑張ってくれたからよ。そうかな。ユタのおかげでしょ。ユタのおかげでしょ。そうなのにゃ。ユタがいなかったら大変なことになってたのにゃ。二人ともありがとうね。でもうまくいったのはきっと。そうね。流れ星にお願いしたからかしら。流れ星？そう、流れ星にお願いしたの。昨日の夜にそっとね。いつもは3回お願いする前に流れちゃうけど、昨日はちゃんと最後まで言えたの。あにゃ。親さんもトロッと一緒にゃ。いい年して少女趣味で恥ずかしいわ。そんなことないよね。私みたいなおばあちゃんが流れ星に願いをかけるなんておかしいわよね。そんなことないにゃ。なんてお願いしたのにゃ。耳味噌のみんな楽しく暮らせますようにって。素敵。素敵すぎん。え？あのとこにあったの？のかけらなのにゃ。あら、綺麗な石を見つけたわね。さっき掃除した時はなかったのに。星のかけらなのにゃ。それが星のかけら？昨日裏山に落ちた流れ星なのにゃ。全部集めるときっと人間になりたいっていうトロの夢と、お金が欲しいっていう言うたんで迎え、本当に叶うんでしょうね。そうなの？本当に素敵な夢ね。叶うといいわね、トロに桜。本当に思ってる。お金が欲しいだよ、だって。生々しいったらだしな。犬の家が決まってよかったにゃ。そうだね。親さんの夢も叶ったし、星のかけらも見つかったのにゃ。みんないろいろ怒ってたけど、トロはユタと一緒なら、ゴミ捨て場で二人ぼっちでも幸せ、それはちょっと。
まあいい、ありがとう。とりあえずありがとう。今日はいっぱい考えたからトロ疲れちゃったにゃ。そろそろお部屋に戻るのにゃ。なかなかに長編ですよ今回。終わるタイミングをミスったせいで。ウコンっていうのはマジ誰の趣味なの？ね。まだまだたくさんいるね。あのね、ご近所付き合いって大切？今の時代はそうでもないけど、この世界は大切だと思うよ。うん。そうだよね。トロも近所の人と仲良くするにゃ。そうそう、やったらご近所の人と仲良くしてきた？名前も知らない。正直ね、今はね、うん、一人ぼっちだったの？これからはトロがずっと一緒なのにゃ。いや、実家にいる頃は知ってたけどね。今日のこと寝る前にちゃんと絵日記に書いておくのにゃ。みんな仲良くなれたし、星のかけらも二つになったし、明日も見つかるといいにゃ。あ、かわいい。喧嘩すると仲良くなるのかな。トロもみんなに負けないように、ヨタといっぱい喧嘩してもっとやめなさい。喧嘩ダメよ、ほんと。やっとセーブできる。ということで、今回はじゃあこの辺で終わろうかなと思います。いや、ちょっと本当に長いので、今回の動画。もしかしたら分けて投稿するかもしれないです。一本だった場合は、ちょっと本当、ここまで見た人いたらちょっと勇者だなと思います。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。